法律通りの数字になっていません。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は7月の11日にヤマハさんの SR400 からリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは騒音ラベル。当然の話なのですが、車やバイクのエンジンは排ガスを出します。この排ガスを出すとき、エンジンから直接出してしまうととんでもなく大きな音が出てしまいます。たまに暴走族だか珍騒団だかがうるさい音を出しながら走っていますよね。あんな感じの音が出てしまいます。もちろんそんなでかい音を出していると周りの人たちが迷惑してしまいます。これではまずいので、車やバイクにはマフラーが取り付けられていて、音を小さくして排ガスを出しています。この音の大きさや音量の測り方は法律で厳密に決められていて、その数字を車検証やバイクに貼ってあるステッカーに書いてあるのですが、このステッカーに書いてある数字が間違っているとのこと。そうすると法律に違反することになるので、今回のリコールになっています。改善内容はこのステッカーの交換ですね。対象車種はヤマハさんの SR400。 2018年8月8日から2021年9月29日までに製造された13,534台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。この動画が上がるのはお盆真っ最中です。バイクで遠出する前にオイル交換のついでにでもリコールに出してあげてくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はトヨタさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。